ドラゴンアリさん500円スーパーチャットありがとうございます。お疲れ様でした。今日の天白の采配は素人目に見ても派手なでした。解任はすべきではないとは、今日の試合見てるとわからないですね。シティは相変わらずの横綱相撲でした。フォーデンの敵なのではないでしょうか。来週の天皇山にいい準備できたでしょう。楽しみです。ということで、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。いや、解任すべきなんじゃないですかと思うけどね、僕は。まあちょっと時期が時期やからな、まあ、今のうちにもう早いうちにやっちゃうか。まあ今の時期かどうかはまあ、まあでもちょっと難しいタイミングな気がするけどな。俺はこのゴールで。あ、このゴールはすごかった。希望を見たのに。アンズリーマルシャルさん320円スーパーチャーでございます。怪我人多すぎて気の毒だけど、やりたいサッカーができないなら、そのメンバーできる最善の選択をしてほしい。まあそう、怪我人のね、ところはね、かわいそうですよね。リサマルがね、復帰してすぐ怪我っちゃったみたいな。まあショーとかもな、そう。ベストメンバー揃ってたらマジで。嫌な、怖いメンバーばっか抜けていくからな、本当に。そうなんだよね。まあ、ホイルンドも含めてね。ホイルンドが一人でもいたらなっていう感じは、あったかもしれませんけれども。まあ、だとてっていうところあるかもしれませんね。じゃあ全員メンバーいたら、このシーンに傘が出られたら、って感じはあるけどな。サーマクトミさん800円すればありがとうございます。ありがとうございます。本当に何がしたいのか分からん。怪我人いるからとかの話は進ませられない。お前らには CL もなくてリーグしかないんだぞ。笑えねえよ、マジで。あと、マラシア、マウントは何してるの？ラッシュは走って帰れ、天白はもう無理だなと。お、うっぷんを全部出してくれてありがとうございます。まあ、マラシア、マウントはな、もう知らないな。もう知らないな。知らない。一周回って奴らに一番腹だぞ。お前ら本当何してんのって。確かにな、その、評価されるするの、される土俵に立ってないもんね。ほんと、お前らマジ何やってんだって感じだよな。わからない。